Artistic relief was found in a labyrinth on the island Jotsuo in the Twin Lake. An expedition took place in 1957, two years before an earthquake in that region. The expedition was led by Professor Tsuji Pen Lai. They found various reliefs showing humans in strange clothes which looked like astronaut suits with a hose like object attached to the clothes. They also found a painting which apparently resembled the solar system. The third and fourth circle planet were connected with a line. Also, there were 10 planets excluding the sun as planet.This connects easily to the theories about Nibel planet X, etc. 中国・童貞湖のジョツオ島で見つかったエディス。探検は1957年に行われました。 宇宙服にも見える奇妙な衣服を着た人間の絵や明らかに太陽系を表した絵も見つかっていますそれには太陽を除く10個の惑星が描かれており3番目と4番目の惑星は線でつながれていました10番目の惑星というのはニビルつまり惑星 X のことだと考えられています広瀬林浜松市 i t y j a p a n 3番目の惑星と4番目の惑星つまり地球と火星が線でつながれていたというわけですということはここに描かれているエイリアンは火星から来たということになるのでしょうかそれはともかくもこの絵に注意してくださいこの絵の中で2人の神と思われる人物が UFO クラフトに乗って 空を飛んでいるのがわかりますこの絵に描かれているコンセプトと京都の平等院の像の姿が大変よく似ているのがわかります比較してみます下が中国童貞湖の島で見つかった 洞窟の中で発見されました。上が宇治の平等院に飾ってあった像ですこの像を比較してみてまず分かることは棒のようなものを持っている点です笛なのかもしれませんあるいは何らかの武器なのかもしれませんあるいは笛なのかもしれません に見えたから笛に書いたあるいは武器に見えたから武器に書いたとも解釈できますそれはともかくも他にも似ている点がありますこの氷のような輪に注意してください全く同じです次に注意していただきたいのがこのクラフトの下に表現されている渦巻き模様です 渦巻きという点で一致していますもちろん全体のコンセプトも一致していますでこうした像や絵を見てですね彼らは何をしているかということですねもう誰が見ても空を飛んでいますよね子供が見ても空を飛んでいますよね皆さんの心を開いて 素直な目で見てください誰が見てもこれらの人々神は空を飛んでいますよねそれ以外考えられないのではないでしょうか結論ということになりますがもう一度冒頭でお見せしました部分をご覧になって皆さん自身の目で見て そして考えて自分で判断していただきたいと思います日本の古代の神々も空を飛んでいました誰が見ても空を飛んでいました神です仏です菩薩ですそしてエイリアンですどうして 空を飛んでいてはいけないのでしょうかバイ。Bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kame, or Turtle or Tortoise in English, which stands for an UFO in ancient times in Japan. I formulate a hypothesis as so, since I guess an UFO looks like a turtle or a tortoise. Here's another story about it。天の橋立にあるのが、この宮神社です。このこの宮神社には、亀の背に乗った神の像があります。イースタイによれば、ヤマトの宿根の御事だそうです。神武天皇が統制の時、明石海峡で神武天皇を助けた神ということになっています。一方、古事記でも、また、日本書紀でも、 似たような話があります。古事記では、サオネツヒと表記されています。内容からすると、ヤマトスクネノミコトのことということになります。それはともかくも、その神は、亀の甲羅の上に乗っていたとされます。亀です。で、その亀については、私は UFO 説を唱えています。古代においても、もちろん UFO は空を飛んでいました。 が、今で言う UFO という言葉はありませんでした。だから、亀という言葉を使ってそれを表現したというわけです。日本各地には亀ヶ丘をはじめとして、亀という名前、言葉をですね、名前に持つ地名はたくさんありますね。古墳があるところにそうした地名が多く残っているというのも大変興味深いと思います。京都府亀ヶ丘市にある地祖性車塚古墳などがその一例です。 で、この宮神社の山と宿ネの巫女ともそうではないかと私は考えました。同じようなコンセプトで作られたアーティファクトがメキシコのアステカで見つかっているからです。見方によってはカメそのものですね。つまりこうした神々が古代、世界の空,も空を飛び回っていた。そしてもちろん日本の空も飛び回っていた。と考えることはとても楽しいことですね。もっともだからといって、 トス宿ネのミコとイコールアステカの神ということではありません。が、それを否定することもできません。日本には浦島太郎の伝説も残っていますしね。ともかくも大切なことは私たちが持っている固定観念を一度バラバラにしてみる必要があるということではないでしょうか。では、画面を見ながら説明します。では、皆さんを 天の橋立てへ案内します。これが皆さんご存知の天の橋立てですね。で、その、この写真では手前の方にこの宮、神社があります。元伊勢というふうに言われています。で、この神社の一角に先ほど言いました亀の背に乗った神、すなわち大和の宿ネの御事の像があります。大和の宿ネの御事というのはですね、まあ、神武天皇が当選の時に ジム天皇を助けた、まあ、神ということですね。で、亀の背に乗って現れたと。で、同じ話が古事記にも、また日本書紀にも出てるわけですけども、古事記の方では、サオネツヒコというふうに、ま、呼ばれています。まあ、同じ神と私は考えています。ま、いろいろ議論はあるかもしれませんけども、まあ、今日のポイントではありません。まあ、こうした神がですね、亀の背に乗って現れたという点です。で、私は従来より、亀イコール UFO 説を唱えています。 まあ、UFO がですね、亀に見える。ということからそういうふうに呼んだのではないかと思います。まあ、UFO という言葉はですね、えー、戦後の言葉ですからね。で、これが、ヤマトのスクネのコトの像です。で、これは、そのように書いてあるわけですね。あの、で、このヤマトのスクネのコトが、明石海峡に亀に乗って現れたと。で、古事記にも全く同じ内容の 記述があります。で、そちらの方では、サオネズヒコ。あるいは日本書紀ではまた別の名前で呼ばれてますけれども、サオネズヒコと。っていうことなんですね。で、こうした紙が現れて、まあ、神に乗って現れた。で、神イコール UFO と考えますと、まあ、すんなりと理解できると言いますかね。あの、いうことですよね。で、それは神なのか、それとも UFO なのかっていうことなんですけども、 日本全国、信者、寺にはですね、こうした、まあ、亀信仰のようなものがあるわけです。で、これは観音像が亀の背に乗ってっていう像ですね。まあ、これはあの現在作られたものですけども、まあ、亀というのがもうこのように表現されているんですけども、本当に亀だろうかってことなんですね。まあ、確かに亀の形をしているわけです。で、これは、あの、伊勢神宮下空でしたね。で、これは、まあ、こうした亀なんですけども、私は、 まあ、亀とは一線を隠すべきだと考えています。その一つのですね、この証拠がここにあるわけですね。向こう側にあるのは、これがあの、まあ、亀型 UFO っていうふうに考えられるわけです。で、手前に、ま、飾ってあるのが、これが亀ですよね。誰が見ても亀なんですけども、まあ、この亀型 UFO の場合はですね、耳があって、なんて言いますか、首から上がその、なんて言いますか、別の動物のような感じがしますね。で、まあ、これは亀ではないというふうに、ここで、ま、分ける。 いうことはできるんじゃないかというふうに考えたわけです。手前の方が亀で、向こうが亀じゃないということですね。で、調べてますと、やっぱりそういった耳のあって、まあ、こういった顔の、まあ、亀も表現されているわけです。まあ、古代の人たちは見たものをそうして言い伝え、そして作っていったということですよね。そして、この、まあ、この、まさに浦島太郎と言っていいような、まあ、あの、像もあります。そして、これが、この宮の山和の少年の巫子との像ですね。 そして、まあ、これは、この人の場合は、下がね、本当に亀のような亀を、で、掘ってありますけども、ね、それは現代流の解釈だと思いますよ。そして同じものが、マヤのアステカでも、まあ、メキシコのアステカでも見つかっているということですよね。で、こうした像が、私が知る限り2つあります。今のところ2つ見つけています。で、亀の背に乗った神ということになります。で、左が、ヤマトのスクネのコトの像。右が、マヤアステカのアーティファクトということになります。 で、この像で面白いのはですね、顔が人間らしからぬっていうところですよね。まあ、ワニの顔っていうふうにまあ、一度称号してみたんですけども、鼻の上の方までヒレが出てますからね、ワニでもないような感じがします。ワニに似た、まあ、知的生物たち、生命体ということになるわけですね。あるいはオーバーオールヘルメットをかぶってたのかもしれません。まあ、ともかくもこうしたものが、アステカで見つかっているということですね。これなんか本当にもう、カメというよりも、まあ、 誰が見ても亀に見えるんですかね、やっぱりね。まあ、UFO ですけども、前の頭の部分が、まあ、な何て言いますか、一つのノズルと言いますかね、空気取り入れ口のようにもなってるわけです。まあ、それが亀に見えたと。まあ、そういうふうに考えてもおかしくないわけですね。ですから、古代人がもし左の上のような乗り物を見たら、ですねまたそれの上にあの誰かが乗っていたとしたら、まあ、これは下にあるのは亀というふうに思ったでしょうね。で、まあ、これがそうした、まあ、 乗り物っていうことになるわけですけどもね。この、今、灰色に塗った部分が、亀の頭と尻尾ということになるわけです。そして、その上に、円盤状の、まあ、板、板のようなものがあって、その上に、こうした、まあ、紙が乗っていたと。で、まあ、称号してますと、やっぱりワニなんですよね。はい。で、ワニ型の、 マヤのアステカの場合はですよ。あくまでもマヤのアステカの場合で、アステカの場合ですけども、ワニ型の顔、ワニの顔をした紙が、こうした乗り物に乗っていたということになるわけですね。まあ、世界中には小型の、こうした小型の UFO っていうのは現れているわけですね。これは中国です。それからあのー、日本の聖徳太子もあのー、こうしたのに乗ってですね、あのー、馬に乗ったまま、まあ、この紙型の UFO に乗ったっていうのもあります。楽しいですね。このように考えていきますと。 ということで、まあ、古代の神々は皆空を飛んでいた。もちろん、日本の神々も空を飛んでいた。と考えるのは、なんだおかしくないということです。まあ、続いて、法隆寺、釈迦三尊像の謎についての、まあ、空を飛ぶ、飛ぶ神ということで作ってみたビデオですけども、どうかご覧になってください。バイ。ハロウ、this is Hiroshihaya Shihama City Japan. In the labyrinth of fixed ideas, flying g d s in ancient times. 古代の神々は空を飛んでいました。というとっても楽しい話です。気楽に楽しんでください。ここは法隆寺ですね。あなたの固定観念をほんの少し変えるだけで古代の歴史がとっても楽しくなります。 ということで、話を進めていきますが、まず、あたごさんからいただいた情報です。法隆寺ですね。法隆寺の一角に五重の塔があります。その五重の塔のてっぺんに、双輪という飾り物があります。ここですね。で、この双輪は何かということなんですけども、あたんさんが、これは生命の木に似ていると教えてくださいました。 で、早速調べてみますと、そうなんですね。法隆寺では、これを、スチューパをかたどったものだと教えています。本当にそうでしょうか右が生命の木です。そして、比較してみますと、よく似てるんですね。で、なんて言いますか、円形の、いわゆる補強材を取り除きますと、全く同じになるんですね。ということは、これはスチューパーではなくて、 生命の木ということになります。生命の木ということになりますと、直接バビロニアの、まあ歴史とつながっていくわけですね。とても楽しいですね。で、中央部も見てください。まあコンセプトが同じというか、同じなんですね。で、これをシュチューパという方が無理があるんですね。シュチューパというのは補強材の方のこの円形の部分を言うわけですよね。いかがでしょうか。ほんの少しだけ、あなたの持っている固定観念を変えるだけで、 日本の歴史がバビルニアと繋がるんですよ。で、この生命の木が話はそれますけども、私たちが現在クリスマスツリーと呼んでいるものに繋がっていくわけですよ。聖徳太子はそれを知っていたんですね。まあ、どちらを皆さんは信じるかという問題になってくるんですね。それでもあなたはこれがシチューパーだと思いますかそれとも生命の木だと思いますか さらに、法隆寺には釈迦三尊像があります。まあ、聖徳太子のところにブッダの像があるということもおかしな話なんですけどもね。これは太子滅後に、まあ、奉納されたという記録が残っていますが、ともかくも、この釈迦三尊像を見てください。何かおかしいと思いませんかそうなんですね。台が不安定なんです。一本の、なってますか、棒の上に、まあ、釈迦三尊像が、まあ、あるということですね。 そしてこの釈迦,三釈迦三尊像は空を飛んでいるように見えます。そうなんです。空を飛んでいるんですね。ということをこの釈迦三尊像は表現していると私は考えます。そしてまあ、2、3日前もでもですね、あるテレビ局がこの釈迦三尊像を紹介し、蓮の花をその間に飾っていました。しかしこれは蓮の花ではありませんね。私はそう考えます。 まあ、ハスの花だという固定観念だけで見るからそういうことになるんですね。どう見てもハスの花には見えませんね。私はこれは空を飛ぶ、まあ、UFO だと思います。まあ、そう考えると楽しいですね。このハンカシー像、魅力菩薩像もそうですね。これは中宮寺にあります。そしてこれもそうですね。えー、今のもあの法隆寺にある像ですよ。それで、 薬師寺だったかもしれません。ごめんなさい。ちょっと記憶がね、あやふやで、まあ、ともかくもこうして空を飛んでるってことなんですね。皆さんはどうお考えになるでしょうか白紙、えー、の頭おかしいと思われるでしょうかが、そう判断するのは、えー、ちょっと待ってくださいね。この棒を見てください。何かどこかで見たことがあると皆さん思いませんかそうなんですね。プラモデルの飛行機の支柱なんですよ。まあ、最近はこの支柱のあるプラモデルが少ないんですけども、 まあ、ともかくも、私が子供の頃には、こうした、まあ、支柱がですね、どんなプラ,プラモデルといいますか、飛行機にもついていましたね。すなわち、こういう形で空を飛んでるということを表現したわけです。となると、同じようなコンセプトで、釈迦三尊像が作られていると考えることはできないでしょうかというか、私はそういうふうに考えましたが、このブッダは空を飛んでいます。まあ、ブッダといいますかね、ホーリー・セイントですね。空を飛んでいます。 そしてそれはまさにロケットである。となると皆さんはどちらを選択するかという問題になってくるわけです。すなあち、私が、まあ、ここで言いたいのはこれは空を飛んでるということを表現したものであるということですね。が、こんな親切を唱えるのは私だけかと思います。が、それもちょっと待ってください。世界にはこうして空を飛んでる神々が、まあ、どこ、まあ、ありますね。右は中国の、まあ、あの、どこ、まあ、 壁画に残ってたのをこうして再現した絵だそうですけども、えー、詳しくはここに出てますけども、えー、この発音がですね、あの、おそらく関東語だと思うんですけども、あの、Google 上で探しても出てきませんでした。でまた今回、今度調べてみますが、まあ、こうして、まあその壁画が見つかっている、その壁画のまあ上の方を見てください。 ここに描かれているのが、まあ小型の UFO ということになるわけですね。古代の神々はこうした UFO に乗っていた可能性があるということです。で、この UFO がですね、先ほどお見せしました釈迦三尊像の、いわゆるその、特にブッダのね、あの、下の台の形に似ているということなんです。まあ似ているっていうだけで終わるかもしれませんけども、これなんですね。 まあおそらくブッダはこういう形で空を飛んでいた。あるいは日本へ飛んできたブッダはこういうものに乗っていた可能性があります。これはインドですけども、インドのまあ神々も空を飛んでましたね。ブルガリ,ルガリアのアレクサンドル・ネフスキー大一聖堂のにあります、えー、絵なんですね。まあこれは何度も精査しましたが。それからエゼキエルっていう、まあ、聖書ありますね。その、まあ、聖書のエゼキエル書のね、一部にはこんな挿絵が書かれている。 まあこれは昔からあるわけじゃありませんけれどもね。空を飛んでる神がいるわけです。で、日本も、まあ例外じゃないんですよ。これが聖徳太子です。で、聖徳太子が右の上の方に描かれてるんですけどもね。えー、アメリカのデブルズマー・マウンテンに似てますね。まあともかくも、あこれ、ここに飛ん,、まあ、飛んでるのが聖徳太子です。何かしらの亀のような、まあ雲、 ともカメともわからないような、えー、動物とて言いますかね。乗り物に乗ってその上にあの馬が乗って聖徳太子が乗っています。やっぱりこう聖徳太子も空を飛んでいたということになるんですね。で同じようなものがマヤにもあるんですね。まあ、これはあのある王の石棺の蓋に描かれ彫られたリリーフだと言われてますけどもこれこれがまたマヤで最近見つかったんですね。でそれと先ほどの もう石管のレリーフと比べてみますと大変よく似てるんですね。特に体の姿勢、足の曲げ方、操縦の仕方がそっくりだということですね。そして全体のコンセプトも同じなんですね。ということになってきますと、これは小型 UFO だということになりますね。いろんな説がありますが、このまあアーティファクトのおかげでですね、あの石管の蓋がですね、まあ、 UFO を操縦する王ということが証明できるわけです。まあ詳しくはまた別のところで説明しましたのでそちらをご覧になってください。これもそうですね。上のまあ人間らしきて言いますか、を取り除いていますとこうした UFO が残る、残るというわけです。で、この形はですね、実は日本のカメに似ているわけです。カメ。 日本では昔です。昔からですね、UFO という言葉はありませんでしたから、亀という言葉を使って UFO を表現したものと思われます。で、これが亀なんですけども、亀とも違うんですね。耳がありますから。ですからまた別の形なんですけども、こうした亀の、まあ亀信仰と言いますかね、亀の石像が神社仏閣のあちこちにあるというのも大変興味深い。イコール、まあ、 UFO と何らかの深い関係があった、イコール神々、空飛ぶ神々と何らか深い関係があったと私は判断しています。まあ昔はね、まあ UFO なんて言葉ありませんでしたからね、まあ形が似てるっていうところから亀にしたと考えるのはごく自然なことだと思うんですよ。事実そうした、まあことを表す、石像も現在作られています。まあこれがその石像なんですけどもね、まあこういう形で上に、まあ菩薩が乗って、 いるわけです。まあ、やはり、亀というか、竜のような頭をしたと言いますか、やはり耳があるという意味で特徴があります。で、話を戻しますが、ヤのこの小型 UFO ですね。で、下の亀ですね。比べてみてください。繰り返しますが、古代の、まあ、昔の日本人はですね、こうしたものが飛んでいるのを見てですね、ああ、亀だ、亀だ、亀だ、と言った、というふうに考えられるわけです。まあ、あの、 現在のね、あの UFO はみんな光ってぼやぼやしてますけどね。昔はそんな必要なかったと思いますよ。レーダーなんてものはありませんでしたからね。ですからこういう形で直接私たちの目に触れたのではないかと思います。で、古代のインドに話を戻しますが、日本だけでもない、中国だけでもない。まあインドの神々というのは、まあ基本的には空を飛んでるんですね、みんな。まあ。 まあ日常的にと言いませんけどもね、日本よりははるかに気楽に空を飛んでいたという感じがしますね。しかし、日本の仏像でですね、空を飛んでいるって表現した、まあ、まあ文献っていうのは全くありませんね。で、特にこの絵を見ていただきたいんですけども、坂の先のですね、釈迦三尊像の像と比べていただくとわかりますが、同じコンセプトだということなんですね。 まあ、あの、インドの方は、まあ、見るからに花ですけども、右の方は、まあ、花のようにも見える、まあ、UFO ということなんでしょうかね。まあ、花として表現してあるのかもしれませんが、ともかくも、あの、同じコンセプトで細長い棒がついているのがわかります。ということで結論なんですけども、えー、釈迦三尊像は空を飛んでいた。まあ、皆さんがどんな、まあ、固定観念を持っていらっしゃるかもしれませんけども、そうした固定観念を一度捨てて、まあ、捨てるというか変えるということですね。要するに、変えてみれば、またその、 面白い世界が開けるじゃないかと思います。日本の歴史は面白くないなんてね、学生時代を思った人は、もう一度ここで考え直してみてください。ということで、まあ、今日のビデオ終わりますが、いかがでしょうかまあ、何度も言いますけども、えー、縄文の開園時にしてもですね、ひっくり返してみると、まあ、大変面白い事実が分かってくるのではないでしょうか。ということで、ビデオ終わります。Thank you and bye for now. an expedition took place in 1957 2 years before an earthquake in that region the expedition was led by professor c pen lai they found various reliefs showing humans in strange clothes which looked like astronaut suits Hose like objects being attached to the closes. They also found a painting which apparently resembled the solar system. The third and fourth circle planets were connected with a line. Also, there were ten planets excluding the Sun as planets. This connects easily to the theories about Nebele Planet X. 今ご覧いただいているのが、童貞湖の島で見つかった不思議な壁画です。宇宙服にも見える奇妙な衣服を着た人間の絵。や、 明らかに太陽系を表した絵も見つかっています。それには太陽を除く10個の惑星が描かれており、3番目と4番目の惑星は線でつながれていたそうです。10番目の惑星というのはニビル、つまり惑星 X のことだったと考えられます。広し早市ハマ,マセティジャパン これが童貞語で発見された壁画です。で上に2機の UFO に乗った人たちが描かれています。頭に透明のヘルメットをつけていることから、この2人は人間ではないと思われます。そして右下にはヘルメットをつけてない2人の人間が描かれています。でこの4人が何をしているかですけども、 まあ、持ってているものを調べてみました、まあ、望遠鏡にも見えますし、何かの観測機器のようにも見えますが、右下の二人がですね、槍を向けてますね。そしてその方向が一点に集まっています。つまり、この四人の人たちは、まあ、共同で狩りをしていると、私、林博は判断しました。繰り返しになりますが、 この人が持っているのは左のような光線銃ではなかったかと思います。そして頭には、東米の休憩ヘルメットをかぶっていました。と私は考えています。そして、これと同じ UFO がですね、インドでも飛んでいたようです。台座の部分に注意してください。作り方のコンセプトが大変よく似ています。 そしてそのコンセプトがですね、日本の法隆寺の釈迦三尊像へつながっていると私は考えています。また、どうしてそのように考えてはいけないのでしょうか世界の神々は自由に空を飛んでいました。飛んでいないのは日本の神々だけということになります。そして、まあ、この釈迦三尊像のですね、後輩、背中の丸い わは,はですね私は休憩ヘルメットではなかったかと考えていますそれでは続く動画をどうかご覧になってくださいバイ Hello, this is Hiroshima-si-japan.In a City, Japan. In the labyrinth of fixed ideas, flying guards in ancient times. 古代の神々は空を飛んでいましたというとっても楽しい話です。気楽に楽しんでください。ここは法隆寺ですね。あなたの固定観念をほんの少し変えるだけで古代の歴史がとっても楽しくなります。 ということで、話を進めていきますが、まず、あたごさんからいただいた情報です。法隆寺ですね。法隆寺の一角に五重の塔があります。その五重の塔のてっぺんに、双輪という飾り物があります。ここですね。で、この双輪は何かということなんですけども、あたんさんが、これは生命の木に似ていると教えてくださいました。 で、早速調べてみますと、そうなんですね。法隆寺では、これを、スチューパをかたどったものだと教えています。本当にそうでしょうか右が生命の木です。そして、比較してみますと、よく似てるんですね。で、なんて言いますか、円形の、いわゆる補強材を取り除きますと、全く同じになるんですね。ということは、これはスチューパではなくて、 生命の木ということになります。生命の木ということになりますと、直接バビロニアの、まあ歴史と繋がっていくわけですね。とても楽しいですね。で、中央部も見てください。まあコンセプトが同じというか、同じなんですね。で、これをスチューパという方が無理があるんですね。スチューパというのは補強材の方のこの円形の部分を言うわけですよね。いかがでしょうか。ほんの少しだけ、あなたの持っている固定観念を変えるだけで、 日本の歴史がバビルニアと繋がるんですよ。で、この生命の木が話はそれますけども、私たちが現在クリスマスツリーと呼んでいるものに繋がっていくわけですよ。聖徳太子はそれを知っていたんですね。まあ、どちらを皆さんは信じるかというものでなってくるんですね。それでもあなたはこれがシチューパーだと思いますかそれとも生命の木だと思いますか さらに、法隆寺には釈迦三尊像があります。まあ、聖徳太子のところにブッダの像があるということもおかしな話なんですけどもね。これは太子滅後に、まあ、奉納されたという記録が残っていますが、ともかくも、この釈迦三尊像を見てください。何かおかしいと思いませんかそうなんですね。台が不安定なんです。一本の、なってますか、棒の上に、まあ、釈迦三尊像が、まあ、あるということですね。 そしてこの釈迦,三釈迦三尊像は空を飛んでいるように見えます。そうなんです。空を飛んでるんですね。ということをこの釈迦三尊像は表現していると私は考えます。そしてまあ、2、3日前もでもですね、あるテレビ局がこの釈迦三尊像を紹介し、蓮の花をその間に飾っていました。しかしこれは蓮の花ではありませんね。私はそう考えます。 まあ、ハスの花だという固定観念だけで見るからそういうことになるんですね。どう見てもハスの花には見えませんね。私はこれは空を飛ぶ、まあ、UFO だと思います。まあ、そう考えると楽しいですね。このハンカシー像、魅力菩薩像もそうですね。これは中宮寺にあります。そしてこれもそうですね。えー、今のもあの法隆寺にある像ですよ。それで、 薬師寺だったかもしれません。ごめんなさい。ちょっと記憶がね、あやぷやで、まあ、ともかくも、こうして空を飛んでるってことなんですね。皆さんはどうお考えになるでしょうか白紙、えー、の頭はおかしいと思われるでしょうかが、そう判断するのは、えー、ちょっと待ってくださいね。この棒を見てください。何かどこかで見たことがあると皆さん思いませんかそうなんですね。プラモデルの飛行機の支柱なんですよ。まあ、最近はこの支柱のあるプラモデルが少ないんですけども、 まあ、ともかくも、私が子供の頃には、こうした、まあ、支柱がですね、どんなプラ,プラモデルといいますか、飛行機にもついていましたね。すなわち、こういう形で空を飛んでるということを表現したわけです。<laughs> となると、同じようなコンセプトで、釈迦三尊像が作られていると考えることはできないでしょうかというか、私はそういうふうに考えましたが、このブッダは空を飛んでいます。まあ、ブッダといいますかね、ホーリー・セイントですね。空を飛んでいます。 そしてそれはまさにロケットである。となると皆さんはどちらを選択するかという問題になってくるわけです。すなわち、私が、まあ、ここで言いたいのはこれは空を飛んでいるということを表現したものであるということですね。が、こんな陳説を唱えるのは私だけかと思います。が、それもちょっと待ってください。世界にはこうして空を飛んでいる神々がま、まあ、ありますね。右は中国の、まあ、あの、どこ、まあ、 壁画に残ってたのを、こうして再現した絵だそうですけども、えー、詳しくはここに出てますけども、えー、この発音がですね、あの、おそらく関東語だと思うんですけども、あの、Google 上で探しても出てきませんでした。で、また今回、今度調べてみますが、まあ、こうして、まあ、その壁画が見つかっている、その壁画の、まあ、上の方を見てください。 ここに描かれているのが、まあ小型の UFO ということになるわけですね。古代の神々はこうした UFO に乗っていた可能性があるということです。で、この UFO がですね、先ほどお見せしました釈迦三尊像の、いわゆるその、特にブッダのね、あの、下の台の形に似ているということなんです。まあ似ているっていうだけで終わるかもしれませんけれども、これなんですね。 まあおそらくブッダはこういう形で空を飛んでいた。あるいは日本へ飛んできたブッダはこういうものに乗っていた可能性があります。これはインドですけども、インドのまあ神々も空を飛んでましたね。ブルガリ,ルガリアのアレクサンドル・ネフスキー大一聖堂のにあります、えー、絵なんですね。まあこれは何度も精査しましたが。それからエゼキエルっていう、まあ、聖書ありますね。その、まあ、聖書のエゼキエル書のね、一部にはこんな写真が,が書かれている。 まあこれは昔からあるわけじゃありませんけれどもね。空を飛んでる神がいるわけです。で、日本も、まあ例外じゃないんですよ。これが聖徳太子です。で、聖徳太子が右の上の方に描かれてるんですけどもね。えー、アメリカのデビューズマー・マウンテンに似てますね。まあともかくも、あこれ、ここにとん、まあ、飛んでるのが聖徳太子です。何かしらの亀のような、まあ、雲、 ともかめともわからないような、えー、動物って言いますかね、乗り物に乗って、その上にあの馬が乗って、聖徳太子が乗っています。やっぱりこう聖徳太子も空を飛んでいたということになるんですねで。同じようなものがマヤにもあるんですね。まあ、これはあの、ある王の石棺の蓋に描かれた、掘られたリリーフだと言われてますけどもこれ、これがまたマヤで最近見つかったんですね。で、それと先ほどの もう石管のレディーフと比べてみますと大変よく似てるんですね。特に体の姿勢、足の曲げ方、操縦の仕方がそっくりだということですね。そして全体のコンセプトも同じなんですね。ということになってきますと、これは小型 UFO だということになりますね。いろんな説がありますが、この、まあ、アーティファクトのおかげでですね、あの石管の蓋がですね、まあ、 UFO を操縦する王ということが証明できるわけです。まあ詳しくはまた別のところで説明しましたのでそちらをご覧になってください。これもそうですね。上のまあ人間らしきて言いますか、を取り除いていますとこうした UFO が残る、残るってわけです。で、この形はですね、実は日本のカメに似てるわけです。カメ。 日本では昔です。昔からですね、UFO という言葉はありませんでしたから、亀という言葉を使って UFO を表現したものと思われます。で、これが亀なんですけども、亀とも違うんですね。耳がありますから。ですからまた別の形なんですけども、こうした亀の、まあ亀信仰といいますかね、亀の石像が神社仏閣のあちこちにあるというのも大変興味深い。イコール、まあ、 UFO と何らかの深い関係があった、イコール神々、空を飛ぶ神々と何らか深い関係があったと私は判断しています。まあ昔はね、まあ UFO なんて言葉ありませんでしたからね、まあ形が似てるっていうところから神にしたと考えるのはごく自然なことだと思うんですよ。えー、事実そうした、まあことを表す、石像も現在作られています。まあこれがその石像なんですけどもね、まあこういう形で上に、まあ菩薩が乗って、 いるわけです。まあ、やはり、亀というか、竜のような頭をしたと言いますか、やはり耳があるという意味で特徴があります。で、話を戻しますが、マヤのこの小型 UFO ですね。で、下の亀ですね。比べてみてください。繰り返しますが、古代の、まあ、昔の日本人はですね、こうしたものが飛んでいるのを見てですね、ああ、亀だ、亀だ、亀だ、と言った、というふうに考えられるわけです。まあ、あの、 現在のね、あの UFO はみんな光ってぼやぼやしてますけどね。昔はそんな必要なかったと思いますよ。レーダーなんてものはありませんでしたからね。ですからこういう形で直接私たちの目に触れたのではないかと思います。で、古代のインドに話を戻しますが、日本だけでもない、中国だけでもない。まあインドの神々というのは、まあ基本的には空を飛んでるんですね、みんな。まあ。 まあ日常的にと言いませんけどもね、日本よりははるかに気楽に空を飛んでいたという感じがしますね。しかし、日本の仏像でですね、空を飛んでいるって表現した、まあ、まあ文献っていうのは全くありませんね。で、特にこの絵を見ていただきたいんですけども、坂の先のですね、釈迦三尊像の像と比べていただくとわかりますが、同じコンセプトだということなんですね。 まあ、あの、インドの方は、まあ、見るからに花ですけども、右の方は、まあ、花のようにも見える、まあ、UFO ということになるんでしょうかね。まあ、花として表現してあるのかもしれませんが、ともかくも、あの、同じコンセプトで細長い棒がついてるのがわかります。ということで結論なんですけども、えー、釈迦三尊像は空を飛んでいた。まあ、皆さんがどんな、まあ、固定観念を持ってらっしゃるかもしれませんけども、そうした固定観念を一度捨てて、まあ、捨てるというか変えるということですね。要するに、変えてみれば、またその、 面白い世界が開けるんじゃないかと思います。日本の歴史は面白くないなんてね、学生時代が思った人は、もう一度ここで考え直してみてください。ということで、まあ、今日のビデオ終わりますが、いかがでしょうかまあ、何度も言いますけども、えー、縄文の開園時にしてもですね、ひっくり返してみると、まあ、大変面白い事実が分かってくるのではないでしょうか。ということで、ビデオ終わります。Thank you and bye for now.